はい、じゃあこ、はい、こんにちは。皆さん、よろしくお願いします。はい、えー、探査のですね編集長をしております、渡辺と申します。えー、探査はですね、あのいわゆるこう調査報道あの、当局発表に頼らずにですね、えー、自分たちの取材で、えー、事実を掘り起こしていくという、そういうメディアです。我々は単なる調査ではなく、探査もっと深い探偵のようにですね、えー、警察の捜査を上回るような、えー、取材で、 事実を掘り起こしていくという意味で探査報道という言葉を使っています。で、メディアの名前も探査と言っています。はい。で、今日はですね、あの消えた核科学者というまあ探査が2年前に前編を連載でやったんですけれども、そういう旧同年のプルトニウム製造係長がですね、失踪しました。1972年のことです。で、その竹村達也さんという 元同年の核科学者が実は北朝鮮に拉致された疑いが高いということで前編を取材してきましたで今日はですねあのまさに拉致問題に、えー、ずっとです、ね、当局、えー、なかなかこうねひ、えー、っぴり腰というか、えー、ちゃんとこう真面目にやらない真剣にやらない、えー、当局に代わりですね 民間で民間の立場から一生懸命この問題に取り組んで調査を続けてこられた特,性特定失踪者問題調査会代表の荒木和弘さんに来ていただきました。荒木さん、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。荒、うん、木さん、もう一言、何かあのこう今年あの20年ちょうどその拉致被害者の方がですね、はいはい、初めて。 2002年に帰って帰国されてからです20年経ちましたでまあ、節目の年なんですけども、まあ、残念ながら2002年の帰国が今のところ最初で最後の帰国となっておりますなかなかあの拉致問題、ね、進まないんですけどもまあこの20年を迎えるにあたって何かこう感想などあればまずご紹介自己紹介とと,ともに。はい えー、あのご覧の皆さん、こんにちは、特定被害者問題調査会の荒木和弘と申します。えーまあ、私はもともと朝鮮半島問題専門としている研究者なんですけれども、まあ、この拉致問題に関わり始めまして、もうなんだかんだ、えー、四半世紀になります。で、結局、いまだに、まあ、今、渡辺さんが言われたように、えーまあ、5人が2 0年前に帰ってきて以来、何も事実的に動きがないと。 いうことですね本当にやっているものとして、まあ、お恥ずかしいというか、まあ、申し訳ないというかあの、そういう思いだけです。えーでまあ、ともかくどこかで、ね、突破をしなければいけないということで、えーまあ、この探査で渡辺さん中心として、えー、調べていただいた、まあ今日お話に出る竹村さんのことも含めて、えー、新しいことをなんとかですね国民の皆さんに知っていただいて、まあ、それを突破口にしたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。 お願いします。じゃあちょっと画面共有をさせていただきます。はい、えー、今日のテーマはですね、消えた核科学者北朝鮮による日本人拉致の真の目的とはというテーマで荒木さんと。 いいいいいろろ議論を深めていきたいと思まますあのまず荒、ね、木さん、あのー、拉致というとこう一般の人のイメージで多いのはその海岸線を歩いててですねで急にこう北朝鮮の工作員が袋か何かをかぶせてです、ね、でおもむろに連れていくとでかなりこうアトランダムというかもうのめつ幕なしにこう拉致していってるんじゃないかと。 いうような,なんか印象を持っている人、多いと思うんですけれども、はいえー、この辺どうなんでしょうか、実際、あのまあ、どれぐらい拉致の被害者がいるかというところにもよると思うんですけど、この辺のその一般の人の拉致に抱いている印象というものについて、どういうふうにお考えですか、はい、これはもうたびたびあちこちで行っているんですけれども。 まあ今、渡辺さん言われたように、<laughs> 拉致っていうと、まあ、特に日本海側の海岸線を歩いていたらば、えー、突然襲われて、で袋をかぶせられて連れていかれたというイメージが <laughs> まあ非常に大きいんですね、えー、多くの方はおそらくそう思っておられると思います。しかし実際には、あのー、それはもうあのいなかったとは言えないと思いますけれども、<laughs> ごくごく一部。 だったはずですです実際大多数の拉致会社はもう最初からターゲットを決められてでいろんなことを調べられてそして 待ち伏せをされたり、あるいはおびき出されたりして連れて行かれると、まあそういうパターンがあのおそらくほとんどだったんだろうと、えー、まあこの竹村さんのケースもおそらくまあそれに当たるのではないかなというふうに思います。これ本当にあのまずともかくそこからですね、えー、一度認識を変えていただく必要があるかなと思います。そうですね。なんであの、うん、どうしてもそのよく田めぐみさんはじめですね、うん、もうこう痛いけなあの痛ましいその、うん 被害者の、えー、人たち方たちを見てると、あのー、どうしてもそのいきなり連れて行かれた、はい、で,でそのこう被害者の側の無念とかですね、えーはい、っていうことがやっぱり中心になってきてでまあ思った時にまあ確かにその被害者の無念それはまあ,、ね、あの本当にもう、えー、とんでもない話ではあるんですけどもじゃあその拉致問題を解決していく上で じゃあそもそも北朝鮮のサイドは何を考えてたのかと。で、えー、まあ、キム・イルソン、キム・ジョンイル、そしてキム・ジョンウというこの3代にわたる、えー、親子のですね、まあ、最高指導者、えー、総書記ですよね、えー、たちは、えー、それぞれ何を考えて、<laughs> えー、日本人の,その拉致というものを行ってきたのかというこの視点がちょっとこう、 まあ自分自身、恥ずかしながらなかったなと、荒、うんはい、木さんご自身は当初、この問題に取り組み始めるときに、はい、そういったその北朝鮮側の意図というものを意識されてました。まあだら最初に思っていたのは、あのそれほど、まあ、こういうような拉致をするって、ほかにあんまり、他の国ではあまり聞いたことないですからね、えー、特別な,なんか要人の拉致とかそういうことあるにしても。 あの全くの民間人を連れていくっていう、ね、ことっていうのはあん、ま、ほとんど聞いたことがないので、まあ、だから、あのー、ごく特別な理由があるごくごく一部のもんなんだろうというふうに思ってました、まあ、それでも40人ぐらいはいるのかなとは思っていたんですけれども、あのー、5人が帰ってきたとき、まあ、20年前ですね、それで息、え、子、ー、さんがいて、まあであのー、もっといるんじゃないかっていうふうに思い始めてから調べてみると、 まあ全然あの最初に思っていたのと違っていたと、でえーまあ、結論から言えばですね、あの目的はあの様々です、この科学者ということもあるし、それからあの拉致した人の身分を登用して工作員が成り代わるというのもあるし。 それからあの工作員にしようとして拉致をしたケースもあるし、えーまあ、そうやって連れてった人に結婚させるために拉致をしたケースもあるし、まあ、あともう工作員の要はあの訓練の一環で、えー、日本に入ったという証拠品として人を持ってたというケースもあ,のあると思います、まあ。ともかく様々なんですが、えー、これ全部共通して最大公約数で考えると。 北朝鮮にとって拉致をするっていうのは当たり前のことだったっていうことです。で、あの北朝鮮ってあの朝鮮戦争の時ですね、1950年から53年、えー、この間に韓国人を約9万人あの連れて行ってます。南から北へ。それからあの日本と韓国以外でもですね、あの拉致をまあそのレバノン人とかフランス人とかルーマニア人とかですね、えー、香港マカオ 十数か国についてあのやっていることが明らかになっていて、まあ、彼らにとってみればあの、ともかくそういうものを連れてくるというのは、別に不思議なことではなくて、えー、当たり前のことだと、当たり前のことの中であの、なんか必要性があれば、科学者を連れてくる必要があれば、科学者を連れてくるとか、まあ、そういうことだったんではないかなと思いますその逆に当たり前だという意識というのは、どのあたりから芽生えているというふうに。 最初からじゃないですか、基本的には。あのもう国ができたときから、基本的にあのそういう感覚でえ、まあ、ある意味で言うと、ですねこれもう、非常にぶっちゃけた言い方かすると、山賊みたいなもんですから、山賊が、まあ、要はあの、その親分のとこに、子分がですね獲物、ええ、を連れてきましたぜというふうに、えー、言うのと、おそらくレベル的にはそれほど変わらなかったんじゃないかなと。 いう感じがあの私はしてます。だからもう国ができた時からそうなんで、いつまでたってもやめるわけにいかないということだろうと思いますね。ありがとうございます。そしてまあ今日の本題のですね、この方ですね。うんえー、この竹村達也さんという方です、うんえー。これは警察庁の拉致の可能性を排除できない事案にかかる方々というまあホームページに。 えー、大勢の,この、えー、人たちのリストがあるんですけども、えー、これ実はですね当初はあのー、そのホームページにも載ってなくてこの僕が取材した最初のきっかけはっていうと何かっていうとですね当時その、えー、原発事故の後と、えー、の取材で、まあ、核廃棄物の処理の取材,につい取材,取材をしてたんですね僕はね。 でまだその朝日新聞にいる時で当時その「プロメテウスの罠」という原発事故後の連載の一環としてやってましたでその時にその核廃棄物高レベルの核廃棄物をどう処分する,だするんだという,こう取材で同年旧同年今あの原子力研究開発機構という名前になってますね同年といえばモンジュの事故であるとかいろいろ問題を起こしてですね、えー、まあ まともな組織と言えるかというかなり疑問なところなんですけれども、まあ、そこの、えー、科学者を、えー、取材してました、そのえー、高レベル、えー、放射性廃棄物の処分についてですね、でその取材が終わった後にですね、いや、実は渡辺君とちょっとご相談があるんだというふうに、えー、相談を、えー、持ちかけられました。で、これがですね何かというと、 このその取材した方っていうのは、えー、旧同年これアトム会といってですね、えー、何かっていったらあの旧同年の一期生でアトム会というのを結成したんですねでそのアトム会って何かっていったら当時、えー、日本は戦争をねエネルギーで負けたんだとでエネルギーで負けて、えー、もうそのエネルギーをこう自給できずにそういう、えー、ああいみじめな思いをしたくないんだと エネルギーを何とか自給したい、えー、そのためにその原子力というものを、あのー、使って発電この原子力発電をこう発展させていきたいという、まあ、思いでそのアトム会というのを結成したんですねだからまあ今原発事故が起きたあととなってはですね、えー、だいぶその時代の時代のこう差をね開きを感じますけど、まあ、まあそれこそあの鉄腕アトムとか開発した時代ですからね。 でその時にその、えー、後向かいのメンバーの一人である方がですね僕に、えー、相談してきたのは自分の、えー、かつての上司同年時代の上司がですねある日突然失踪したんだとで、えー、その失踪した後に、えー、茨城県警勝田署今でいうひたちなか署なんですけどもその刑事さんが、えー、同年にやってきて まあその同年の,あの同僚であるとか部下であるとか先輩であるとかこう聴取したっていうんですねでその時にその僕に相談をされた方がですねもう聴取されてで「一体何があったんですか?」というふうに聞いたら「北に連れて行かれたな」というふうに言われたんだとだけど北って言われてもどこのことなのか北海道がどっか東北とかあっちの北国に行ったってことなのかなとか それがこうずっと引っかかってたんだと。でところが、えー、後年になって、そのえー、北朝鮮によるその拉致問題というのがどんどん分かってくる。でさらに、えー、ミサイル実験をです、ねえー、頻繁にこう行うようになってくる。でそうするとあ、もしかして、えー、その竹村さんの北に連れて行かれたなといったあの刑事の言葉の北というのは北朝鮮ではないかと。でもし、今、ああいうふうにこうミサイル実験をしている。 えー、その技術、核開発の技術っていうものを、竹村さんの技術が使われていたらどうしようということで、心配になったと。で、この旧同年のかつての仲間たちがですね、まあ、同窓会のようなことをすると、いつもこう竹村さんの話が出てくると。竹村さん、どうしたんだろうということで、ちょっと調べてくれないかというのがまあ発端だったわけですね。でえー、当時あのー じゃあ取材してみますということで取材かかったんですけどもここの警察庁のえこ,うこのリストにはまだアップされてないあれ確か荒木さん2013年でしたかね警察庁がこの排除できない方々っていうのをこうホームページアップしたの、うん、えっ、ー、とですねそれぐらいだと思うんですけどちょっと今はっきりあの記憶が分かんないですけどそうですね確かに2013年で僕はあの原発事故後で取材してたのは2012年とかそのあたりなので えー、まだホームページはなかったんだ、名前も何にもフィットしないと、まあ、そういう時ですよね、それで、えー、なんかちょっと雲をつかむような話だなと思って、まあえー、その政府のです、ねまあ、内閣情報調査室,室長だった人とか、あの辺のこう外事関係の人に、明、ま、る、あ、く、えーまあ、知り合いの人に、えー、こういう字は知ってるかと聞いてみたんですけども、いや、知らないと。 本当だったら大変なことだけど、そんな話聞いたこともないと。それで、まあ、これはちょっとこう、雲をつかむ話だなと思って、えー、しばらく、あのー、そのままにしておいたんですけども、ある日、何気なく、えー、竹村さんの名前を、まあ、過去の、えー、取材メモなんかを見返しながら、ちょうど朝日やめて、探査を立ち上げたタイミングでしたから、えー、取材メモの整理とかをしているときに、あ、そういえば竹村さん、どうなったかなと思って、こう何気なく検索したら、 まあこうヒットしてきたというわけで、あやっぱり警察、これ知ってたんだと。で、警察はその北朝鮮の拉致を疑って捜査もしてたんだ。だったら、さっきのこの北に連れて行かれたなという、この北ってやっぱり北朝鮮じゃないかということで、取材が始まったわけですよね。で、このへん、荒、えー、木さんあの、以前その核、核科学者が。 えー、拉致されてるかもしれないとか、その竹村さん、まあ具体的には竹村さんですけど、えー、そういう同年の科学者とかが拉致されてるんじゃないかっていう話は出てましたかね、その前っていうそういう噂とかでも。えー、竹村さんについてはあの私は聞いてませんでした。うん、これはあの渡辺さんから聞いたのは確か最初だったと思います。一応あのうちの調査会のリスト約四百七十の中にはあの竹村さん入ってないんですよね。これあの。うん われわれのリストってのは、基本的にはご家族からの,あの、まあ、申し出があって載っけるリストなんで、えー、ご,家族からはご家族とはわれわれ全く接触があ,のありませんし、えー、ですから、あのそれはまあそのあとで知ったあということです、はいまあで。実際ですね、ここの、これ、ホームページ通りの表記なんですけど、ここを見ると、住所が茨城県中郡と書いて、東海村とは書いてないんですよね。うん でさらに職業もあの公務員としか書いてないと。でこれ他のその警察庁のこの、えー、可能性を排除できない、えー、方々のリストを見,見るとですね割と例えば自衛隊員とかあと国鉄職員とかですね、うんえー、しっかり返したりまあ軍までじゃなくて町とか村までしっかり返したりとかっていうケースが多いんですよね。だからその警察自体もですねまあこの えー、2013年に、えー、この公開捜査をしてやらざるを得ない状況になったんだけども、えー、竹村さんが旧同年のプルトニウム製造係長を務めた人であるというようなことをこう知られたくないがためにですね、えー、この東海村と書か,か,かずに中郡までで、えー、同年職員と書か,かずに公務員までとしか書かなかったんじゃないかなと。 いうふうに思うんですけど、その辺、うん、その長年警察とかとこうやり取りしてきて、どういうふうにお感じでられますかですねあの、まあ、もともとこの、こういう警察のリストっていうのは、うん、あの本気で情報を収集する気持ちがあるのかなっていうふうに感じるところが、まあ、すごくあるんですけども、まあ、この竹村さんの場合、特にですねあの今、渡辺さんが言われた、あのー、東海村で同年の職員という。 あのすごい重要なキーワードをわざわざあの抜いてあるというのは、これはまあ逆に言えば、極めて可能性が高いと思ってる証拠ではないかなという感じがあのします。何かその隠す理由というのは、今一つちょっと分かりませんけれども、やはりあのかなり少なくとも怪しいと思ってるから、逆に。 何かの理由であのそこをぼかさざるを得ないということじゃないですかね、恐らく。なるほどね。まあ、そうですよね。なんで、あのー、なぜかっていうとこう、取材してると、竹村さんって当時としては、まあ、日本最先端の核技術を持った人なんですよね。まあ、それこそプルトニウム製造係長をやってるぐらいですから。でそうするとその しかも当時ねプルトニウム四天王みたいなあだ名も付けられてたぐらいでアメリカのアルゴンの研究所っていうのがあるんですねこれはアメリカの,その核関係を研究している、えー、研究所ですけどもそこにもそのまあ日本同年から、えー、留学というか、まあ、出向という形で行ってるとでしかも当時っていうのはその原子力協定日米原子力協定 を巡ってですね、まあ、長々発死、えー、日本もその核燃サイクルをやってプルトニウムを取り出すということを認めてほしいということで、えー、交渉をしてたんですよね。で、まあ、それが認められてるという時期で,で、まあ、後にそのカーターとかがですねもう日本にプルトニウムを持たせたら危ないんじゃないかとかっていう懸念があるっていうようなことも明らかになりましたけども、まあ、そういうかなりこうデリケートなところ。 だからアメリカの核技術を吸収しているというようなそういう人がですねいなくなると。で、もしその北朝鮮による拉致じゃなかったとしてもですよ、まあ、その可能性が高いと思いますけどもたとえそうじゃ100歩譲ってそうじゃなかったとしてもそのこういう重要な人物が失踪したこと自体がですね例えばアメリカに報告しなくちゃいけないだろうし あと IAEA ですよね、国際原子力機関にも報告しなくちゃいけないだろうということなんですけども、まあこういうふうにこうぼかして書いてるし、で、実際その JAEA、まあ今の旧同年で今の JAEA ですね、えー、に取材してもですね、いや、IAEA、e、には報告してません。 で竹村さんが在籍したことは事実ですけどそれまでは何もそれ以上は何も分かりませんという体なんですよねだからどれだけこう緩んでるんだというのが結構衝撃的だったんですよね。荒木さんご自身が、まあ、あの最初前編を出した時にご連絡いただいてそれからのお付き合いですけども最初にこの竹村さんの,この失踪を知った時の。 その感想というのはどういったものでしともかく他のケース我々どうしてもあの一つのことを聞くと他のケースとの関連、えー、みたいなものを考えます。で 時期的にはあのちょっと離れているんですけれども、例えばですねあの、1988年、昭和63年にいなくなっている八倉富康さんという米子の方で、漁師さんなんですが、実はあのその漁師になる前はですね、あの工作機械のえ極めて優秀なあの技術者だったという方がありますで。この人については あのその後5年後に北朝鮮があの弾道ミサイル飛ばすんですけれども、えー、同じ会社の人が、ですねあのミサイルは、ヤクダがやったんじゃないかということをです、ね、あの言っていたという話が、まあ、あるんですねで、どうもやっぱりそういう形で使われたのではないかと、だからまあそういう形であの、そういう比較とか考えても、ですね極めて北にとって重要なあの技術であり、 でもうそれを、まあ、普通だったらば自分のところで,ですねあの人材育成して作っていくわけですけどももうその発想が最初から違うんで足んなかったら持ってくればいいじゃないかということでですねやってしまったと考えると、まあ、これも当然あのこのもう一番北朝鮮が欲しがっている核の技術を持ってる人ですから、まあ、北としてはもうなんとかして。 連れていきたいっていう考え方をしていたとしても全く不思議ではないと思います。その実際じゃあそれだけのあの人たちがですね、まあ失踪してるとで北朝鮮の拉致の疑いがあるんじゃないかとなったときに、そのこの当時 昭和47年3月1日1972年ですよねでこう生まれで言うと昭和11年生まれですね、うん、うちの父親と同じなんですけどね、うん、でもそれだから今、えー、ご存命なら85歳という年ですねでこうそうするとそれぐらいの人がいなくなったで、えー、しかももうこの1972年の 段階であのー、疑ってるわけですよね。だけど政府はですね公式に拉致を認めるというのはもうもっと後ですよね。はい。だから結局そのこの政府そしてまあ警察はですね一体いつからこの拉致を疑っていたのかというそのあたりどうですかね。うん、えー、っとー。 まあでも今、お話にあったそのこの竹村さんの後輩の人は失踪して間もなくぐらいにその話を聞いているわけですよね、警察そうですだから、あのー、今、政府が認めている一番最初の拉致被害者というのは、えー、三鷹市役所のガードマンだった久米豊さんですがこれが昭和52年、まあ、つまり竹村さんの5年後ということですね、えー、それが一番最初の,あの拉致の可能性のあるいや拉致被害者ということなんですけども。 まあ実際はだから、はるか前からもうやってたことは、おそらく分かっていたと思います。まあ、ただ、それが本人の意思なのかどうかっていうのが確認できないっていうことが引っかかった可能性はありますよね、ある程度はね。だから、そんなもん連れて帰ったら確認しようがないんですけども。 えー、自分で言ったとしたら犯罪ではなくなっちゃうと、まあ場合によったらその失職、えー、管理法違反でそのいなくなった本人の犯罪っていうことにもなりかねないということで、まあ結局そういう面倒くさいことはしないとこうということだったのではないかなという感じが私はしてます。そうですよね。だからなんかずっとこう企業を見てると、こうもしかしたら拉致なんじゃないかというような話が出てきて、えー、いやだけど違いますそれに対してまたこうメディアが 調べた結果とかもちろんその荒木さんたちが調べた結果がどんどんどん突きつけられていくとでそれで後手後手になってこう認めていくというような繰り返しじゃないかなと思っててですごくこう、うん、興味を持ったのはあのこの北に連れて行かれたなという関連でいうと、うん、これもう現場の所轄の刑事が言ってるわけですよね茨城県警の。で この横田めぐみさんの事件の時もこの新潟中央署の署長がですね <laughs>、えー、こういうようなことを言ってるとあの事件は最初から北だと思っていました言えなくてすみませんとこの時のことって荒木さんもうちょっとこう詳しくご説明いただけるとはいえっとめぐみさんが立ちを抑えるのは昭和52年1977年の 11月15日なんですけれども、おこの新潟中央署の署長、松本さんという方ですが、えー、めぐみさんの両親に語ったのは10年ぐらい前のことですね、でまあ、その後、亡くなられているんですけれどもで、それまでの間、だから30年間ぐらい、30年以上ですね、の間、あのご両親に拉致だと思ってたということを言えなかったということです。 で実はあの、この松本所長の言葉の通り、えー、事件発生直後から警察は拉致だということは分かってた、えー、それはおそらくあの、その警察、現場の話だけではなくて、まあ、現場でも、あの現場の普通の警察官は知らなかったと思いますが、上の方それからおそらく官邸まで。 えー、全部あの通じていいたと思いますで、まあ、その証拠はいくつかあるんですけれども、まあ、一つはあのー、捜査の仕方が全く普通の誘拐と違っていたと、えー、いなくなっても翌朝、あの5時ぐらいにはです、ね、新潟県警の機動隊員が700人ぐらい出て、周りの,あの林とか、えー、そういうところの捜索をやっていると、これ、普通の,あの誘拐事件だったらば、まず最初はともかく警察は動きを察知できないように。 殺知されないようにするということはもう原則で,です、ねあの、それはもう人質、まあ、拉致され誘拐された人がです、ね、あの命が危なくなる可能性があるということで、もうこれはもうその警察が動いているということをまず悟られないようにしようというのが原則なのに、もうすぐに機動隊出したというのは、これはどういうことだったかというと、もう拉致だということがすぐに分かって、でえー、ともかくその日本のこの 領土から、えー、出さないようにしたいと、でともかくその日本の中にいるときに止めてしまおうということで、まあ、この時は必死だったと思います、おそらく。で、やったんですけども、もう間に合わなくて、えー、据え出されてしまったと、でそれが分かった後で、えー、もうどうしたかというと、まあ、中学校1年生の女の子が北朝鮮に拉致をされるということは、あ,、まあ、あってはならないことだと。 あってはならないことだからなかったことにしようということでですね、えー、蓋をしてしまったと、で松本さんはまあそれを分かってたんで、やはりもう,こう胸の中にずっとしまったまま、えー、苦しんでたと思うんですけども、でまあ、もうその職務上、おそらく上の方から絶対にあの表に出すなというふうに言われただと思います。で結局 えと平成9年ですね、97年2月、衆議院の予算委員会でのまあ西村信吾議員の質問、それから産経新聞とアイラの報道、これで明らかになり、その直前に今、ご両親はそれを知ったわけですけれども、その前も、例えば韓国の情報機関が日本政府に伝えたりしても、全部蓋をしたということですね、報道されて、国会で質問されて、初めてあの政府が、 動き始めたとということですだからまあ,あの、もうそういう事件は、これはめぐみさんの事件って、すごい象徴的な事件ですけどね、まあ、それでもあの、事件当時にあの警察が分かってたということを、えー、ご存知の,あの国民はおそらくほとんどいないだろうと。 え私も何度も何度も言ってるんですけど、もそれはもう私ぐらいのもんじゃ影響力がないんで、ほとんど知らないだろうと思います。で、今でもあの知ってましたっていうことは、絶対にあの政府も警察も言わない、ですから、同様のことはもう、この事件だけでないことはもう明らかですよね、めぐみさんの事件だけこうやって隠したなんてことはありえないんで、それは竹村さんの事件も含めてかもしれません。もうそうやって隠されていることが山ほどあるということです。 の鑑定まで通じてたんじゃないかと、要はまあこの現場レベルじゃなくて、もうトップまでしてたと。はいはい、というのがこう伺、うかがわせえるような、なんかこう、証拠とか、はい、そういうものってあるんですかえっとですね、あのと、ー、き、えー、に、えー、あの年の9月が、ダッカのハイジャック事件もありました。はい でまあ、日本政府は戦えたわけですね、もうともかくあの刑務所からあの人出して、諜報機的措置で、まああの、人命は地球より重いとか言って、ですねで金までつけてちゃったと、国際的にもお、まあ、本当にあのお嘲笑の対象というか、えー、非難されたとでいうような状態の中で,で、しかもその同じ月に、あのさっき言った三鷹の、えー、久米豊さんが拉致をされて、これ、犯人も捕まっているとで。ところが結局、それ、起訴もできなかったと。 でそこで、今度は横田めぐみ、中学校1年生の女の子が連れて帰ったとっいう話がもし表に出たらば、これはまあ当時、福田政権、福田あの武雄政権ですけれども、これはもうおそらく政権の根幹に関わる問題だと、まあ、結局そういうことだったんだろうと思います。で、その後これはまあ福田政権もずっと後ですけれども、の97年に明らかになる前、2年、えー、と3年ぐらい前。 に韓国政府はあの日本政府の方にそれを伝えています横田めぐみていう名前は分からないけれどもあ中学校1年生の女の子が拉致をされたとで北朝鮮にいるということを伝えているんですがでその当時あの新潟の県警の中でですねこれは外事の人だと思うんですけども、えー、上司から1人だけあの指示を受けて横田めぐみの失踪について調べていた人がいました。で でその人は、なんでこんな昔の女の子の失踪事件、調べるんだと思って調べていたと、その時はだからもちろん、あのその報道されたりする前ですよ、だこれはもう、別に新潟県警に直接ですねあの、韓国の情報機関が伝えるってことはありえませんから、ね、当然、中央から中央に伝えたとで、それを確認しようということで、でしかも政府の方では、これが横田めぐみだということはもう分かったからそういう指示になったと。 もうこういうような傍傷みたいなものはもういくらでも、えー、あります。なるほど。まあそうするとですね、実はこの竹村さんの件っていうのを、警察のトップは知っていたのかということで、あの国松さんですね、元長官の国松隆さんに、はい、あの話を聞こうと思って連絡取ったんですね。でまあ、国松さんっていううのはあのすごくこう 人柄的にはよく慕われる人で、まあ、部下の信望も厚くてですねであの僕自身もあのまだ駆け出しの時に他の事件の取材を、えー、したことがあって、まあ、その時は割とこう率直に、えー、その事件についての話をしてくれたんですよね、まあ、OB になってたんですけど、まあ、そういう過去の,その縁もあってですね今回のことを聞いてみましたで国松さん長官経験者だししかもあの、うん 警視庁の公安部長とかもやってるんですよねでそういったまあ経験をしてますからこれでこう知らないなんてことはないだろうということで、うんまあ、聞いてみたんですけども、えー、実はですね、えー、以下のような今から読み上げるような回答が返ってきました、まあ、メールですけどね、えー「滝村達也さんという方の件については行方不明になったこと自体を含め」 存知するところは何もありません北朝鮮による拉致事件全般についてはもちろんそれらは重大な事柄でありますから現役の頃はそれなりの関心を持って仕事をしていたと思いますが私自身外事警察の経験はなく事件を直接担当したことはありませんのでお尋ねの2点についても確たる答えをするに足る鮮明な記憶はないのですと。 警察庁長官として全般を見ていたのだから何か覚えているだろうと言われるかもしれませんが、体感を記憶は、えー、暴漠としておりますと。というと、その今の荒の木さんの,その横田めぐみさん事件をめぐるあの警察のですね、えー、あるいはこれを聞いてると、これやっぱ知らないわけないだろうと思うんですけど、そこはいかがですかね。まあだから、あのー、1つ言い始めちゃうと。うん もうそれはあの限りなく隠してしまったんでしょうからね、えー、もう絶対にそれは認められない、自分自身、あるいは自分の先輩後輩の足元を崩してしまうということになりかねない、えー、ということなんだろうと思います。えー、まあ,あの、記憶にございませんというのはね、昔よくあの国,国会の,なんかあの参考人質疑やな答弁かなんかありましたけども。 まああのそうではありませんとは言わないわけですよね。まあんかちょっとでもこれはないなあと思ってしかもその普通「いやちょっと分かりませんね」とか「お元気ですか?」で終われば、えー、いいところ終わらずにこうなかなかとこういう説明のメールを送ってるとどうもちょっとこう腑に落ちないなあという気がしています。うん そしてですね、今度、もうちょっとその、滝、えー、村さんの人柄とか、事件のこう具体的なところに踏み込んでいきたいんですけども、えー、こ,のこの写真に写っている、えー、左のこう白い建物はですね、これ東海村の、えー、旧同年、まあ、今は、今もあります、原子力研究開発機構として、それのすぐ近くにある、独身寮なんですね、うん、寮です。 でこの独身寮から、えー、竹村さんはいなくなったということなんですね。で、竹村さんというのは、えー、もうこの竹村さんの、えー、高校、大学時代の友人とかですね、あとまあもちろん、旧、え、道、ー、年の職場の同僚、えー、上司、後輩、えー、に取材しましたけども、まあ、口を揃えというのは非常に人付き合いの少ない方だったんですね。 で人付き合いが少なく、だからみんな独身寮で、らマージャンだ飲み会だと、あの他の若いやつが元気にやってる時に、竹村さんはその輪に加わらないというような、どこかこう、ちょっとこう、えー、孤立してるというか、人付き合いが少ないとか、シャイというか、というまあ方でしたよね。で、えー、この写真にもあるように、非常にこう温厚な感じの、このおとなしい感じの方ですね。 なので、えーまあ、そういう方であったと。でほとんどそ,のそういう人ですから例えば、えー、女性絡みの何かこうスキャンダルを抱えてるとか借金をこしらえてるとかそういったことは全くないですごくね印象的だったのはその、えー、竹村さんの上司が、えー、その上司の知り合いがですね、えー 誰か、えー、独身の男性でいい方いないかしらということでまあお見合いの仲介というか、えー、そういうものをこうお願いされた時にその竹村さんの上司は「じゃあ竹村君はどうだ」っていうふうに言った時にですね「いやもう竹村さんちょっとこう真面目すぎるともうちょっとこう何て言うかなこう明るいというかあの、うん、もうちょっとこう あんなに人付き合いのある人がいいというようなことであの断られたというエピソードが残ってるぐらいでお金もですねタンスの下に貯金してるんじゃないかとかっていう噂が立つほど真面目な人だったんですねだからそういった人がいなくなると、まあ、その失踪する理由はないわけですよ例えば何か山に行くのが好きで遭難する山は行くわけでもうつないで海釣りが好きでいつも海で何かやってたってこともない といいいう方がいきなりこういなくなりくるで、えー、さらにその時何があったかっていうとその竹村さんは1972年の3月付で同年を退職したことになってるんですけども実はその後にですね、えー、竹村さんは転職したんだというのが他の同年 の同僚とかあとかつての大阪大学出身なんですけども大阪大学出身の、えー、同級生たちの認識なんですよただ転職、えー、先については、えー、三菱元年という人がいれば京セラだいや日化成だと、まあ、いろいろなところで定まらないんですねそれであのー、同年がですね、まあ、この3つのうちどこなのか他のとこか分かんないんですけども竹村さんが、えー、転職 したというふうに聞いてたところに退職金の未払い金がまだあってでそれをですね、えー、その転職先に送ってあげなくちゃいけないということで転職先の人事部に電話したら「いやそんな人は来てませんよ」と「誰ですかその竹村さん」ということになってあらどこ行ったんだとでちょうどその頃、えー、大阪の実家これが大阪の,あの天王寺区ですねあ天,王寺天王寺高校のすぐ近く天王寺です。 竹村さんんが住んでた,あたりですね、えーでえー、そこの実家のですねお母さんとお姉さんがおられたそうですけども、えー、お姉さんが、えー、その同僚の方たちの話では、えー、同年までやってきてうちの弟が帰ってきてないんだけどとどうなってるんでしょうかってきてあら竹村さんどこ行ったというふうになったわけですねだから非常にこう失踪する理由がないし、えー で、人付き合いも少なくて、誰かがこう常に竹村さんのことを気にしているという状態ではないと。で、えー、っとさらに言えばですね、この竹村さんというのは、なんで転職で誘われたかっていうと、竹村さん、まあ、これは推測でしかないんですけども、えー、状況としては、竹村さんはプルトニウム製造係長時代にですね、フランスのラプソディ計画っていうのがあって、まあ、フランスの原子炉にですね、 同年で作っったたその年齢を収めるというプロジェクトがあったんですねでこれで失敗するんですよその竹村さんはプロジェクトのリーダーとしてで失敗した後左遷されてたんですねだから転職を最後失踪直前の最後のや職場というのは竹村さんが左遷された先の部署だったんですねだからそういった状況をですねこう 下調べしてたんじゃないかとでその荒木さんがいろいろ調べになってる件もい著,書著作とかいろいろご発言とか見てるとやはり今同じようなことを言っておられててでまあ曽我ひとみさんに関しても実はその病院のね勤務シフトまで調べられてたんだと工作員というこの辺のですねこの失踪する時の経緯とそれと実際拉致された人拉致の脳 可能性が濃厚な人たちとの,その手口ですよねこの辺の類似点、具体的なケースを挙げながら、ちょっと教えていただけるとありがたいです。はいこれはあの、こう竹村さんを拉致、まあ、竹村さんというか、の核の技術者を拉致をしようというふうに北朝鮮が考えた場合、どういうふうにするかっていうことですよね、あのまあ人の身になって考えるようということで、工作員の身というか、 工作機関の身になって考えるとどうするだろうと、拉致をしやすい対象というのは、一つは一人暮らしをしている人間、でこれはやはり、あのー、周囲との付き合いが少ない分だけいなくなっても分かりにくい、まあ、竹村さんなんか、まさにそ,のそういう意味では最適ですね、で、えー、その、まあ、いろんな、あのー、ことを調べ上げるわけです。で えー、それこそ,そのまあ左遷をされていたで、自分の将来について悩んでいたということであれば、えー、もっといいあれがあり、ね、仕事ありますよというふうに言って、えー、近づいていくということは、ですね、まあ、当然にまあ彼らはやるだろうと、えー、ちなみにあのレバノンで女性があの4人かな、拉致をされた事件が、やはりこのちょっと後ぐらいにあるんですけども。 この時はです、ね、えっ、ー、と日立製作所の人間だと名乗る人間が、レ、えー、バノンの秘書学校かなんかにやってきて、で日本であの働かせたいとで。ということで日本に、まあ、日本に研修に連れていくって言ったかな、で連れて行った先が北朝鮮だったというケースでした。 だから、まあ、あのそういうふうにです、ね、就職をネタに持ちかけたと、えー、他でも生まれる方々は結構いますし、えー、一つの人生の転機ですね、あのまあ、学校、例えば高校を、まあ、卒業する前、あるいは大学卒業した直後とか、ですねそういう時にいなくなるケースというのが、まあ、多いと、これはおそらくやっぱり、えー、就職のこととか、まあ、当然そういう時になると悩むわけで、悩んだ人間を連れていこうと思えば、もっといいところがあるよっていう話を。 して、えー、おびき出すということが、まあ、できるんじゃないか。で、えー、本人は、まあ、それでじ、じゃあすぐ行こうなんて思ってなくても、まあ、話ぐらい聞いてみようかなと、多少揺れてればですね、そういうことは十分あり得ると思います。で、えー、連れていくということですね。で、あ,のー、あとは、もうどうやればあ連れ出せるかという話ですから、さっき、あ,あの 田辺さんが言われた、えー、山が好きだとか海が好きだという話、まあ、これは竹山さんには該当しないという話ですが、えー、山が好きだったという人であれば、例えばあの山まで行ったことにしちゃうと、えー、登山口に車を置いたままいなくなる、あるいは海だったらばあの釣りに行ったということで、えー、海に餌箱だけ見つ,あの見つかったと、そんなようなケースというのはたくさんあるんですね。 だから、それはあとはもうそのオプションパーツみたいなもので、えー、もう本人をだから調べると、だから調べられる位置に誰かがいたってことですね。だこの曽我さんの病院の勤務シフトという意味で言えば、あのー、これ、おそらく病院の中にいたわけですよね。だから、同年の中にやっぱりそういう人間がいた可能性はある。 でさっきその同年の人に、あの勝田署の刑事さんが来てえ、来たかもしれないって言ったという話がありました。でこれはねあの、おそらくそれを言った人は、刑事の人じゃなくて、えー、公安外事の人だろうと思います。で、勝田署みたいな田舎の警察署で、ですねそんな外事の,あの専門の人間なんか、普通いるとは思いにくいですよね。で逆に言うとこれ同年なんかかがあったから そこに、えーまあ、あえて、そういうことが起きることを想定して、そういう人を配置していたという可能性すらまあ、あるんではないかと。で、えー、中に、それも、その、比較的、竹村さんに近いところで、えー、彼を見ていた人物が、おそらく、いたんじゃないかなと思います。なるほど。 それは非常に興味深くてですね実はその勝田署っていうのはどういう署かというとあそこの東海村のですね同年で総務部と一緒になってその組合活動とかを監視してたんですねで。っていうのはその前の原子力研究機構で「原権原権」ってったんですけども、えーまあ、そこで、えー、かなりこう、えー、いろんなこうスパイ的なこう事件がいろいろあってですね それでかなり警戒してたとつまりその同年の中の技術が流出するとでそれでこうずっと勝田署とあの同年の総務部が一緒になってですねまあ必要なまでにいろんなこう調べ尾行したりとかも含めてですねやってたんですよねだからまあその荒木さんのおっしゃる通りですね勝田署の刑事というよりは、まあ、そういう,こうスペシャリスト的な人がその当時勝田署 ししたかもしれないですよねだからまあ普通の,あの勝田署というと所轄は所轄なんですけども普通のその地方の小さな所轄というよりは同年という、えー、企業を管轄しているでそこのいろんなこう、えー、スパイ工作とかですねだから話としてたまに出てくるのは当時その、えー、同年で中で何かトラブルがあったと。 事故とかそういうトラブルがあった時にその後すごくピリピリしだしてですねでその同年のこのフェンス囲ってるフェンス敷地ありますよねそれと、えー、敷地の外の中でこうやり取りしてる人が目撃されたりとかしてそれは誰だということで騒ぎになったりとか、うんまあ、そういったことがあったようなんですよねだからかなりあの同年という場所自体がものすごくこう緊張感のある場所だったということを言います。 もう一つ聞きたいのは、その曽我さんの件もそうですし、えー、竹村さんの件もそうですけど、工作員とこう、一言で言ってもですね、実際にその拉致をする工作員がいて、で、荒木さんおっしゃられたような下調べをする工作員がいて、だけどその下調べするにもですね、どうやってこう、どのたりにこう、目をつけてですね、どうやって調べていったのか、でそのネットワークは、どういうネットワークで誰が、 えー、管轄して指揮を取ってたのかっていう、そういうのっていうの分かかってるんですかまあ基本的には、どこの国でも、こういうまああの工作員のネットワークっていうのは、もう縦にまっすぐですね、こ,こんなふうにピラミッドになってたら、どこか捕まっちゃうと、みんなあの分かってしまうんで、横には全くおそらくつながりがない、縦の系列だけでやってる。 でまあ、日本の中で言えば、一番まず使いやすかったのは、えー、在日朝鮮人の帰国者を持つ家族、いわゆる土台人ですね、これはまあその帰国しているその家族を、要はあの人質にえされて、そして工作活動に協力を強要されるというケースがまああの非常にたくさんありました。でその政府認定の の一番最初の久米豊さんをまあ拉致をした実行犯というのは李秀吉という在日ですけれども、この人も確かお姉さんだったと思いますが、北朝鮮に帰還事業で渡っていて、そのお姉さんのことで、要はあの脅されて、結局、拉致に加担することになってしまったと、同様のことがあったと思います、ただおそらく同年の中だったらば、のその当時、やっぱり国籍でですね、在日が入ることはできなかったでしょうから、 えー、そこからまたさらに協力者があのいた可能性はあるんじゃないかなと、これはも日本人の協力者ですね、えー、どういう形であの抱き込んだのか、金で抱き込んだのか、あるいは何か弱みを握ったのか分かりませんが、えー、あるいはまあ思想的に共鳴したのか分かりませんけれどもあの、そういうような人を使って、そのこう縦系列のルートで、えー、引っ張っていったということではないかなと、私は想像します。 なるほどそうですかそういう工作員ネットワークの全容っていうのはどれぐらいまで分かってるんですかね警察が。警察も含めて他にあに取材をした人とか、まあ、これまでの拉致問題に取り組んできた人たですかですから言ったようにネットワークといっても横はないですよね。同じ<あ>ただけ。 やろうとしたらばやっぱりその横にはつなげないですよ。うん、あのもう縦で捕まったらそこでおしまいというふうにしておかないとあのまあ大変なあの危険を伴うんで、えー、だから分かってもこの工作員とこの工作員の協力者のつながりとか、えー、今まで分かっているものはもうそのレベルでしかないです。わかりました。そしてですね。うん まあ、あの肝心なですね結局、そのもう全然こう拉致問題が進展しない中、ですね全容が分かってこないと、で一体こ何人拉致されているのかと、でそもそも日本はあ政府は、まあ、これまでいろんな怠慢もありましたけども、これからやる気あるのかと、このあたりいかがですかね。うん、はい どれくらい拉致をされてるかというのは、まあ、正直言って私も分かりません。でというのはですね、あのいわゆるこうもう非常に分かりやすい袋詰めにされて連れて行かれた、最初からね、えー、という人の数、えーまあ、それであれば、これはもう拉致だというふうに言えます。だけども、例えばそのヨーロッパで拉致された、今、政府認定だったら3人ですけどね。 えー、有本さんと石岡さん、松木さんという、えー、イギリスとそれからスペインで、まあ、ヨドゴグループのおー神さんたちに騙されて、で、ピョンヤに入った人、これはまあ、だから騙されて入った人ももちろん、出られないんだから、これ、拉致なんですけども、で、えー、自分である程度理解をして行ってしまって、出られなくなったという人、 の場合はすごいグレーゾーンでこれをだから本当にどこまで立ちと言えるのかってわかんないですねだからそれをだからあのー、広く見れば、えー、今度はその先にあの在日の帰国者だって、えー、もう要は騙されたようなもんですからほとんどの人はねで、えー、そこまで入っちゃうし、えー、まあどんな絞ったところでその袋詰めにされて連れて帰った人だけではなくてやはりあの えー、いろんな形でコンタクトされて、騙されて、待ち伏せされてというような、えー、ケースが、まあ、たくさんあるんで、えー、これ、一体どこまでがあ拉致というふうに言えるのかというのは正直言ってわからないです、ただ、まあ、私はあのどれくらいなんですかって聞かれたときに答えているのは、えー、どんな少なく見積もったって100人以上とで、おそらくはそれよりはるかに多くの数ですとういうふうには答えていますで。日本政府はやるる気があるのかと いうことですが、えー、やる気があるんではなくて、えー、やらない気があるという方じゃないかと。いやつまりあの、前、昔ですね、その5人が帰ってくる前ですね、その頃 <laughs> までは、まあ、私はあの、これ、拉致については、日本政府は、えーまあ、あんまり真面目にやる気がないというふうに思ってました。で えー、だからそれを尻をひっぱたいてあのやらせるしかないというふうに思っていたんですが、まあ、あのその後、いろんなものは分かってきて、ですねこれはだから逆にもうその表に出せないんじゃないか、ともかくもうこのままで終わらせようとしてるんではないだろうかというふうにまあ思ったんですねで、最初のきっかけっていうのは、あの5人が帰ってきたときに、えーその、あの時き私、救う会の事務局長でしたけど、 麻布の,の外務省のいいく交換で、えー、横田めぐみさんのご家族なんかに対しての、お嬢さん亡くなってますというのをですね言ったことを、まあ、聞かされたとき、あの時に私も一緒にいて、でですねで、えーまあ、その政府がそう言ってるんだから、さすがに嘘はついてないよねというふうに。 思って、まあ、すごいショックだったんですが、それがまあ、あの結局、嘘だったということが分かってしまったと、で、それは一体何のためにそういう嘘そついたのかっていうと、これがだからあの、北朝鮮の言ってることは嘘だって分かってしまうと、もう収拾がつかなくなるということだったんですね。で、まあ、結局、基本的には日本政府はその後、やってきたことというのは、あのまあ、拉致をやりますというふうに言いながら、あ もうそのまあ、どうやって、えー、もう収集してしまうかということだけだったんではないかと、でえー、安倍さんみたいにあの、まあ、その拉致問題解決しますと言って総理大臣になった方でも、あれだけ歴代最長の政権をやりながら、まあ、本当に何も動かすことはできなかった。そ、えー、それ以降ももうですけどももう毎回 政府が変わるたびにあの政権の最重要課題で始まって、で終わるときは団長の思いで終わっていると、まあ、そうやってるうちにです、ねもうあの、ご家族も向こうにいる人もみんな死んじゃうから、で死んでしまったらあの盛大な慰霊祭でもやっておけばいいと、まあ、非常に、まあ、こうあの悪意のある言い方に聞こえると思いますけれども、まあ、やってることを見てると、現実にそうだとしか言いようがないと、私は思っています。 ですよね、だからなんかこう拉致問題が政治家をとっての道具みたいになってる気がするんですよねだから本当にこういつもこう言葉ばかりというか言葉ばかりどころか言葉で自分の公表のために利用はするけども全くやる気がないとでまあ,あの荒木さんがおっしゃった通りそりやる気がないところをやらない気があるとでそこはすごく画点がいくのはあの竹村さんの件で えー、捜査をしている、まあ、中心は大阪府警なんですね、うん、それはそのご家族が大阪府警に被害届を出しているからで、えー、先ほどの,その警察庁の,あのホームページもですね大阪府警の管轄になってますよね。でまあ情報くださいとか言ってるんですけども実際ですね例えばあの僕自身が滝村さんの 高校時代の同級生とか高校大学の同級生たち、まあ、大阪方面にですね取材に出かけてで1人ずつこうどんな人でしたかとかどなんかこういろいろ手がかりを聞くんですけどもで一番最初にあのその大阪で竹村さんの同級生取材をと始めた時にですね高校の時の天王寺高校の同級生の方がですね まあ、僕は突撃というかあの電話番号分かんなかったんで住所だけあそこって分かったんで行ってピンポンをして「いやあの実は竹村さんの件でって言ったら「何言って大阪府警か?」って言われたんですよね。で「なんで大阪府警って言うんです竹村さんはあれ拉致の件やろ」って言って「えそうなんでなんで分かるんですか?」っていや実はあの以前ねその大阪府警の外事課から電話があったんだ」と。で竹村さんはそういう,こう核の科学者だったから。 えー、北朝鮮に拉致された可能性があると、まあ、何か知りませんかと、えそれ電話ですかって言って、そうや、電話やってって、だからまた今度はちゃんとあの来たんかなと思ったら、何や、記者かみたいなこと言われて、<laughs> 要はねその、こっちはその一人一人やっぱ聞きたいじゃないですか、どんな手がかりがあるかってで。刑事だったらね、そのやる気があるんだったら、しかも同じ大阪府内ですよ。あの天王寺界隈 と大阪府警の本部の方が近いですよ。うん、そこに足を運ぶこともせず、電話で済ましてるんですよ。他もそうです。で、電話で済ましてる。他の人たちもほ、うんもまあこれ全くこうやる気がないというか、多分こう。これは察するにですけども。結局その電話で、えー、通り一遍のことを聞いて通り一遍のことも聞いてないですよ。なんか知らないですかってすぐ切ってんですから。 でそれをちゃんとその警察庁に調べましたからということで挙げてるだけじゃないかと、うん、いうのがものすごくこうあの今聞いてて分かるしでやる気がないどころかやらない気があるというのもこれがまあ一番本当にあのしっくりきますよね多分こう竹村さんの件にしてみたらですよ例えば。 これはアメリカに説明がつかないじゃないですか言ってなかったとした今さら、いや、実は今あの北朝鮮からどんどんミサイル発射行われてますと、で核開発どうしようかってみんな言ってますけど、いや実は、ね、1970年代に、えー、っとあのそちらの国の研究所にも留学してた竹村さんという人が、えー、いなくなっておりまして拉致された可能性がございますなんて言えるわけないですよね。だからこれはもう隠し通すっていうししいいかか否定し続けるしかない、ね 国際的にもだからここをどう進めていったらいいのかもちろん取材はあのもちろんこ,うこれからも続けるしもちろん荒木さんもご活動を続けるんでしょうけどここからじゃあ突破口になるには何か真実が全容が明るみに出る突破口になるっていうのはどういうケースが考えられますか まああのー、渡辺さん、散々ね、あのやっていただいて、まだたどり着いてないけども、ご家族にたどり着くってことですよね、一番いいのであの大阪府警のホームページに載っかっているということは、えー、ご家族があのともかくそういう可能性を考えて、であのー、届け出をしなければ、あるいはまあその場合によっては届け出させたという可能性が全くないとは言えないですね、可能性も、あのー、ご家族とすでに接触していて。ともかくまあ基本的にはご家族が、あのー 納得して、えー表あの、ホームページに載っかってるわけですから、そのご家族にたどり着くことができれば、やはりですね、あのまあ、そこから、それが一つ、かなり大きな私は、単、ま、調、あ、になるんではないかと、まあ、そのご家族があのいろんなこう表の場に出てきてくれるかどうかという問題もあるんですけれども、まずやっぱりそこが一つだろうと、でともかくまあいろんなことをや,やりながらあのいろんな情報を集めてれば、どこかで、あの なんかつながりますよ必ずね、えー、そこへまあ持ってくるだけ、えーまあ、あの我慢強く続けられるかどうかという問題、えー、だろうと思います <laughs> まあであのこのさっきの,その大阪府警から電話という話はもうあのホームページの書き方を見たってもう分かるので、ね、本当に情報を集めたいと思ったらばそれはもう同年の職員とかそういうふうに書くに決まっているわけでだから逆に言うともう余計なことはしたくないということなんでしょうから。 まあその余計なことをしたくないんだけども、せざるを得ないようにまあするしかないということなのかなと思います,そうです、ね、で竹村さんのご家族で言えば、竹村さんがおあの実は大阪府警に届けを出した年って、家族会が結成された年なんですよ。だからあの失踪した直後の1972年じゃないんですよね。はい、でそのはまは、まあ、普通にこう失踪したということで。 茨城県警に届け出を出してるんだけども改めて大阪府警に届を出をしし直してるんですよね。だからその世の中のその,その,、えー、その拉致問題に関する動きを見てですね、うん、大阪府警にもう一回ちゃんと調べてもらおうということで出したんだと確かにこう思いがある方なんだとまあ,あのご存命の場合多分お姉さんでもねご本人が85歳ですから竹村さんが。うん かなりご高齢で、ま,あ、また次の代のお、ね、込み行こうとかそういうことになってるかもしれないですけども、まあ、そこは粘り強くあのやっていきたいと思いますただあのその、失踪したというだけでは、あ,のあそこのホームページにはの載っけられないんで、やはりあのご家族がそういう認識を持ってなければ、あ,のあそこには上がらないです。 だからもうそういうふうにご家族のほうが思っているということはもう間違いいがなですよね絶対にそうだと思っているか、それとも可能性のうちの一つと思っているかという違いはありますけども、少なくともその可能性を考えていることは間違いないな、ねね、もちろんその大阪府警の外事官にも取材に行ったんですよ、ね、で担当者にも。取材をして、そうすると、今でもその、えー、竹村さんのご家族とは、まあ、その方が誰かとは言わ,言わなかったですけども、えー、ご報告には行っていると。 定期的にえただ、まあ、その警察からその居場所を言うわけにはいかないのでという、まあ、そういう話ですけども、なので、気にされてることはされてるんでしょうけど、まあ、だけど一方でその、そんなね、あの適当な捜査で、何を報告しにいってるんだろうなとそれはね、あの他のご家族でもみんな同じですけども、あの報告をしにいってるんじゃなくて、何かありませんかって聞きにいってるんですよね。 それはもう政府認定の拉致会社でもそうで政府認定の拉致会社だってあのこういうことが分かりましたってことは一切言いませんから家族にだから今にはそれは竹村さんのご家族に言うはずがないました、まあ、とにかくあの、まあ、今回の件って多分こう俯瞰すると最初拉致と疑っててでところがまあこう 分かれば分かるほど、これ大変な話だってなってきて、もう今更もう手遅れだと。で、やる気がないから、やらない気があるというふうにこう変わっていってしまって、どんどんかくなりになっていくという、まあ、そういう流れですかね。そうですね。もう最初に、だから、あの一旦、えー、蓋をしてしまうとあの、その次の後任者も結局その、要は共犯になっちゃうんで、時間が経れば経つほど共犯者,共犯者増えるから。 もうなおのこと、もうあの間違ってましたとは言えないことになりますよね,ねちなみに、その20年前に、えー、拉致被害者の方が、えー、初めて帰ってきたときですけど、その小泉包丁団、あの小泉首相の包丁団ですね、えー、安倍さんもいましたけど、あの包丁団は、その竹村さんの,あの拉致の疑いについて知ってたというふうに思われますか うーんと個別のことについては分かんなかったんじゃないですかねおそらくあのだけどもそんなその今言ってるような数ではないということについては分かってたと思います当然あの個別のこの人この人っていうところまでですねおそらくあの厳密には見てなかったと私は思ってますこれはも、ま、う、あ、あの、えー、感想みたいなもんですけどね想像ですけど ね、ただ、まあその核開発、北朝鮮の核開発をどうするかっていうのをね、えー、まあアメリカ含め、日本とか韓国とかでみんなでこう話をしているときにです、ね、うん、自分とこの国でその拉致されてるかもしれないっていう情報すら持たずに、交渉に臨むなんてことは、あるのかなと思まあ、でも、日本だったらば、あるかもしれないですよ。<laughs> <laughs> そうですね。まあ、なかなかちょっとこう、最後は悲観的な感じになりましたけど、はい、まあ粘り強く、今後もよろしくお願いします。はい、<で>私も今のこの出てる画面を見て、あの思い出すんだけど、うん、え何年前だったかな、ともかくあの、えー、全く別のね、あの山本美穂さん DNA データ偽装事件という事件に関して、 あのこの看板の前であの座り込みを3日間一人でやったことがあるので、本当にいろんなことを思い出したくる、ね、なるほど。ちょっと最後にあの<っ>視聴者の方からなんちょっとこうかいつまんで、あのはい、感想というか質問が来てますので、政権維持のために問題として大きく取り上げなかったという政府もすごく残酷ですねと。うん でまあ、日本にはこういう欠点があることと向き合おうと思いますと。はいまあ、まあその通りですよね。あの通りで,ねであと、えー、周到な準備はその通りだと思います。そして我々一般人も、えー、知らず知らずのうちに、えー、協力者にさせられている協力者となってしまっている可能性があることを忘れてはいけませんと。いうこういうこ知らず知らずのうちに協力者にさせられるっていうパターンってあ,るあったんですか あ,のありますだからあの、そのこういう人間を探したいっていうときに、えー、それはですね、ただ、まあ朝,鮮まあ、その朝鮮総理の人に近い、まあ、ある程度思想的にシンパシーを持っている日本人、まああのまあ、一番簡単なのは学校の先生となりますけどね、そういう人たちで、例えばあの、あんたのところの教え子で、 こここんななととととやってる人いいいいのかう聞たしますで本人はああの何年前に卒業したんでこんなのいるよみたいな話をしたとでそのとおりはもちろん拉致のことなんか何も分かんないですね分かんないけども後でで何か聞いてみたらばその教え子がいなくなってたとでひょっとしたらというふうに思うけどもちろん証拠もないから、えー、もう何も言わないままであの墓の中に持っていくというようなケースが、まあ、あったんではないかなと。 あのちょっとこれ宣伝なんですけども、どどうぞどうぞぞこれね、これはあの、私の書いた小説なんですが、えー、この小説っていうのはあの、まああの、産経の月刊聖堂に連載したやつをまとめたやつなんですけどあの、どういうふうに拉致をされるのかというようなこと、まあ、あと救出も含めてなんですが、そのことのですねちょっとシミュレーション的に書いてあって、今お話にあったように、あの知らず知らずのうちに、 えー、加害者になっていくというケースは、例えばこういうのがあるだろうなというのをまあ読んでいただければあのわかるんじゃないかなと思います。もう一度もう一回あの表紙、はい、もうちょっとこうあの、はい、出版社名とタイトルとあとこれですねすはい何というちょっとあ見えてないな見えにくいかこの前、えー、あ,、えー、あそれぐらいうことはい見えますあの、えー、これ万盛社からあの出てます、えー、希望作戦ちょっと前にはい。 えとちょっと見にバーチャル画面を使ってるから見にくいです、えー、北朝鮮の拉致被害者を救出せよというあの本で、えー、これ、オンデマンドなんで、あのアマゾンとか、えー、楽天ブックスとかあの、ネットでないと買えない、あの本屋には出てないんですけども、まあ、これの中にあのあ、はい、自分の今まであの調べたことや何かを元にしたあの、えーまあ、小説仕立てではあるんですけども、まあ、こういう種類のことがあちこちで起きてたろうという。 ことを入れてあのありますのでまあ見ていただければ大体こんな雰囲気かなというのはわ、えー、かるかなと思います。はいありがとうございます。えー、そして、えー、国民一人一人の関心のなさに問題があると思います。うん、で、えー、マスコミも取り上げません。まあそうですよね。まあまさにあのこの辺りのなんていうんですかね。もちろん何かが起きたらそれを伝えるってことはするんでしょうけども自分から 取材をして、えー、積極的に真実を解明しようとするというのが、まあ、確かになかなかないですよね。で、あのちょっとこれもあの探査の宣伝になって恐縮なんですが、えー、っとですね、だっけなこれはい。 まあ、探査っていうのはですね、まあ、僕もともとあの、えー、朝日新聞で16年間記者をしてたんですけども、まあ、なかなかですね、えー、こうう隠された事実をこう自分の足で徹底したしだで、えー、掘り起こすんだとでそれをこう自分の責任において、えー、リスク取ってやるんだというようなことが、まあ、だんだんこう大手メディアではなくなってきたと。 そこをですね、えー、我々探査っていうのは、えー、非営利メディアとしてやっていこうじゃないかと,ということでまあ誰にも忖度せずにしっかりやっていきますとで、えー、しかもですね運営があの寄付と皆様のご寄付と助成金で賄っておりまして、えーまあ、非常にあのー、運営的には苦しいので <laughs> ぜひですね、あのー、こういう この取材っていうのはですね、かなり時間もかかりますし、あの経費もかかるんですよね。だから、まあ、さっき申し上げたように、大阪府警が電話で済ませるところをですね、我々は、あの、実際に大阪に出かけていって、何日も自撮りっていう、まあ、聞き込みですよね、して回って、そうやってこう一つ一つ積み上げていくと、まあ、非常に効率は悪いですけども、そういうことをやらないとですね、本当の 真実というのは暴露することはできないんだという姿勢でやっております。なので、ぜひですね、あのこういう今ちょうどこのマンスリーサポーター50人募集ということで、キャンペーンで月1000円からあの、えー、マンスリーサポーターになっていただけることができます。でぜひですね、あの一緒にこ,のこういうジャーナリズムを 作り上げていくんだというあのサポーターとして、えー、マンスリーサポーターになっていただければと思います。このシンカブルという、えー、たあのサイトから登録できるようになっておりますので、ぜひご協力をよろしくお願いします。で、TAN、えー、さんは実は5周年なんですね、今年。で、えー、創刊から5周年、2017年2月に、あの 創刊しましたので、えー、ちょうどこの2月で5周年迎えることができましたまあかなり最初は一発屋じゃないかと電通と共同通信の,あのステマの問題をやりまして、えー、それで創刊したんですけどもいやとにかくタブーなくやっていこうということでやって、まあ、最初はもうそのうち、えー、一発屋でいなくなるだろうと言われながらもですねなんとか皆さんの支えでここまでやってくれましたでそれを記念して、えー、今日が初めての、えー 瀧さんとのイベントが初めてなんですけども、2月はこのようなスケジュールでですね、えー、イベントを開催しますので、ぜひ皆さんご視聴いただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ、荒木さん、本当にどうもありがとうございます、今日は。ありがとうございました。そして引き続き、あのなかなかこうもどかしい日々だとは思いますけども、ぜひですね、その信念を持ってこう真実を暴いていくということで。 一緒にあのご協力いただければ幸いです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、えー、今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。でした。